それではまずはじめに川崎重工業株式会社代表取締役社長執行役員橋本康彦よりご説明を申し上げます橋本さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちは社長の橋本です本日はお忙しいところグループビジョン 2030進捗報告会にごご参加いいただきありがとうございます今回はグループビジョン2030次の社会に信頼の答えをで注力する分野の中でエネルギー環境ソリューションについて説明させていただきますでは本日の説明の構成でございますまずカーボンニュートラル実現に向けて なぜ水素が必要なのかそして水素発電の状況水素エンジンを搭載したモビリティ CO 分離回収事業の動向この順でご説明させていただきます皆様ご存知の通り2018年に開催された IPCC 気候変動に関する政府間パネルでは地球温度上昇を 1> 1. 度というを大きく超えないようにするために2050年に CO2 の100%削減という目標が出されましたそして日本におきましても昨年10月に2050年までに CO2 排出量実質ゼロこの方針は政府から示されております日本ではさらに2030年には2013年度比で マイナス46をする計画も発表されましたこの計画の実現のためには民生産業運輸といった非電力分野での脱炭素化に加え電力分野での脱炭素化さらには CO2 分離回収などの炭素除去の現実が実現が求められております。電力分野での 脱酸素化に向けてこちらの図に電源構成が日本,日本政府から示されておりますこの中で水素アンモニアによる発電は2030年に 1%2050 年には10%とする計画となっております当社は水素のリーディングカンパニーとして水素発電を推進しこの構成費を 計画以上に大きく前出しできるよう貢献したいと考えております。カーボンニュートラルの主役はもちろん太陽光発電や風力発電を中心とした再生可能エネルギーであります。しかし、日本における再生可能エネルギーは天候による制約や変動する出力への対応、限られた国土で導入の拡大には制限があること、それらの 課題があり、先の電源構成でも示されている通り、他のクリーンエネルギーとの併用が必須となっております。そこで当社は水素というクリーンエネルギーの利用に挑戦しています。こちらは日本政府の水素導入計画です。2030年には300万トン、2050年には2000万トンという導入目標が示されています。 2030年においては化学プラント等で副次的に発生する複製水素や水の電気分解由来の水素に加えて安価かつ大量の水素供給のためには海外からの CO2 フリー水素の導入が必須となります水素はさまざまな資源から作ることができるのでカッタンや 再生可能エネルギー由来の水素も含めましてさまざまな国から調達することができます。これは日本のエネルギーセキュリティの担保にもつながります。次に水素の製造コストを見てみましょう。現時点では海外で天然ガスや石炭から水素を製造するコストは1ノルバルリューベたり20円から30円程度です。一方 再生可能エネルギーを使った水の電気分解という選択肢もありますが現時点では水素の製造コストはまだまだ高いというのが現状です将来2050年には電気分解を行う装置の大型化などにより水素製造コストは大幅に低減すると予想されておりますが現時点では化石燃料油材の方が水素製造コストが低く 早期に安価かつ大量の水素を供給するためにも再エネとともに海外の安価な水素の導入も一緒に進めていく必要があります。なお化石燃料の中でも未利用資源であるカッタン由来のコストは低くあとは輸送コストを低減することができればより 安価な水素の導入につながることがお分かりいただけるというふうに考えております。これはオーストラリアに存在するカッタ丹の炭鉱の写真です。カッタ丹は若い石炭で現在ほとんど利用されておりません。当社はここで水素を製造しようと考えております。エネルギーで言いますと、実に日本の総発電量の240年分に相当するカッタ丹が存在しており、また、 カッタンから水素を製造する際に発生する CO2 は近隣の地盤の安定した地層に貯留することができます水素が利用される例として乗用車の CO2 排出量について説明しますこちらが現状の EV と FCV の CO2 排出量になります皆さんこれ見られておかしいと思われませんかこれは実は EV が化石燃料を含めめたた一般電電源から充電されるという現状のためです EV においてはカーボンフリー電源で充電することまた FCV も燃料製造から輸送までもカーボンフリーとすることで CO2 排出量を極めて小さくすることができますなおここの EV ここ一般電源から充電と書いてございますが これには実際バッテリー製造に必要な CO2 は入っておりません。バッテリー製造に必要な CO2 を入れると、さらにこの数値が上がっていくという形になります。まあ、このように EV やカーボンフリーにするにしても水素が重要な役割を果たします。製造した水素の輸送については、このようにアンモニアとして輸送する、有機ハイドラルとして輸送する、あるいは、 液化水素をして輸送するといった手段がありますいずれの方法にも優れた面や課題がある中毒性のない安全なソリューションとして当社は液化水素を選択いたしましたそれは毒性のないというメリット以外にも当社は谷ヶ島に設置されている液化水素タンクやコンテナなどで40年前から研究を始め実用化後も 30年の実績がありこのマイナス253度という極低温での大量輸送という厳しい課題も当社の技術力をもってすれば実現できるというふうに考えたからですまた2010年より加速、えー、開発を加速しており NEDO 様のご支援により液化水素サプライチェーンの技術実証プログラムに参画し世界初となる液化水素運搬船を完成させました もう間もなく豪州に向けて出港を予定しております。現在の液化天然ガスの運搬は欧米企業による規格ライセンスの下で実施されることが主流ですが液化水素運搬船の技術は当社を含む日本が提案し国際開示機関が正式に承認しております。今後も技術だけでなくルール地財一体で当社が開発を主導し 今後の日本初のライセンスビジネスへの展開につなげてまいります。そして2030年の目標に、まずは22.5万トンの水素を海外から輸入します。ここで水素の事業化のポイントになるコストについて説明します。これは先ほど述べました現在のサプライチェーン技術実証における輸入水素コストの分析です。 小型運搬船を用いる規模では1ノルバリル米あたり約170円になると考えています。これは LNG ガスに比べておよそ10倍程度と高くこのままでは水素の普及は困難です。そこでこのように全体の規模を大型化することで水素の製造から輸送までの各ステップでコストを下げて 全体のコストを30円ままで引き下げますご覧の通り大型化によって水素の液化は3分の1水素基地のコストは約10分の1に下がりますさらに液化水素運搬船のコストは約35分の1まで下がることからいかに水素船の大型化が重要であることが分かります。 なお2050年には液化水素線の流通量が拡大することで1ノルマリリューベあたり20円と既存の LNG や石油と同じレベルまでコストを引き下げることができます次に水素コストに大きな影響を及ぼす液化水素運搬船のコストについて説明いたします現在の小型船のレベルでは建造費とランニングコストを合わせて 水素コストは89円となりますこれを大型船とすることで輸送量百128倍にしつつ建造費は数倍,数倍で抑えられます。それによって単位席当たりの建造コストが大幅に下がります。さらにそれを扱う船員の数は120倍の量,量を扱っても現在の二十数名から 40数メートル2倍程度ですのでオペレーションコストも大幅に下がり結果として89円が2.5円程度の水素輸送コストが実現できますこれは大変画期的なことであると自負していますつまり世,の世界中のさまざまな方法で作った水素をわずか2.5円程度のコストで輸送できることで我が国の経済安全保障を担保でき我が国以外を眺めても 生産側も使用側も世界にエネルギーにおける地域格差の解消にもつながるとても意義のあるソリューション提供だと私ども考えておりますまたこの船の大型化につきましてもサイズとしましては現在の LNG 船と同じサイズレベルであり LNG 船で川崎が培った技術をベースに開発するものであり実現可能な技術をベースに 開発を進めておりますこうした当社の取り組みによって本年8月に NEDO 様よりエネオス様岩谷産業様および当社グループに対して事業総額3000億補助金額2200億の水素サプライチェーン実証事業が採択されましたこれだけのお金をかけて実証するのは先ほど説明した小型の 機器による水素コスト170円パーノルマル流米を大型化することで先ほど説明しました目標の金額の実現の可否ということになります実現のめどが見えることでこの実証事業で目指すコスト等の経済性の見極めができますこの中で当社は水素液化積み木地液化水素運搬船といった サプライチェーン全体の開発を担当しておりますまた実証後には既に開発機器の数を増やすだけで本格的な商用化のスタートができますそして30円パーノルマル流米が現実のものとなります本取り組みは水素商用化に向けての欠かすことのできない大きな一歩である必ず成功させますここからは 水素発電に関する取り組みをご説明させていただきます。日本政府は2030年時点で水素・アンモニアルによる発電量の目標を約90億キロワットアワーとしており、これを発電設備容量に換算しますと約1000メガワットの出力となります。当社はこの目標に対し、 水素発電のパイオニアとして自社における水素発電を軸としたゼロエミッション工場の実現や既存発電設備への水素エネルギーへの導水素エネルギーの導入などの提案などで目標達成に向けて先導し早期普及を図ってまいりますこの1000メガワットの発電につきましても必ずしも新規の発電所の建設が必要というわけではありません日本では すでに天然ガスを燃料とするガスタービンの発電設備容量が約5000メガワットありうち、当射性ガスタービンが約1000メガワット稼働しております仮に、当射性ガスタービンをすべて水素燃料化すれば新規に発電所を建設することなく2030年時点で政府の目標を達成することができますそのため現在運用中のガスタービンに 水素エネルギーの導入を提案してまいります既存のガスタービンをどのように回収するかについてご説明いたしますまず天然ガスや水素がパイプラインで運ばれてくる場合天然ガスに混ぜる水素の割合が30%以下であれば既存の設備をそのまま利用できますこれだけで 実に CO2 排出量が10低下しますすなわちインフラン設備をほとんど変更することなく水素エネルギーへの移行が第一段階としては可能になります本格的に水素の混ぜる割合を30%以上に引き上げる場合でも大掛かりな工事は必要なくガスタービン本体の一部のみの回収で対応できますこちらはガスタービンの 吸気圧縮燃焼から排気までの流れを示しております。水素タービン水素太陽のガスタービンにしようと思えば。このお示ししております。燃焼器のみを交換するだけで実現できます。この燃焼器のコストはプラス10%全体の10%のコストで実現できることからたった10%のコストで水素洗車によるカーボンフリー電力を得ることができるというわけです。 またパイプラインが整備されておらずこのように独立した燃料供給設備を設置する場合であってもかかる費用は全システムのプラス25%程度ですつまり10%と25%いわゆるフルに作る場合に比べまして3分の1で完全に新しいサプライチェーンが作れるというわけになります以上のように実は水素発電というのは 既存の設備の大部分をそのまま使うことができ一部の機器を水素対応とするだけでよく大きなコストがかからないということを改めて皆さんにもお伝えしたいというふうに考えております既に当社は3年以上前に世界で初めて市街地で水素100%を使用した水素コーディネーションシステムを作りそこで作られた電気や蒸気を病院や 国際展示場といった近隣の4つの公共設備に安定的に供給することに成功しております。また産業界におきましても多くのお問い合わせをいただいており西武石油様におきましては当社製水素発電プラントが2021年8月には運転を開始いたしましたこのように水素発電は実証段階から商用化へ移行しております。 さらに水素流通面では国内の多様な輸送形態のニーズに対して水素利用の拡大に貢献していきます当社は高圧ガス輸送にも液化水素輸送にも対応しておりますものを作っております国内の水素物流は高圧ガス輸送から液化水素輸送に置き換わりつつありますまた海外におきましても 液化水素輸送基地が数多く建設されております。こちらは海外の水素需要の予想です。欧州、米国、中国、それぞれの地域で2030年以降、水素利用が急速に拡大することを見込んでおります。その中で水素発電とし水素用途としましては、再生可能エネルギー普及に伴う調整力や、 コーーディネーション用途で水素に期待がかかっております。これは本日の大きなトピックスの一つでありますがこの度ドイツ大手電力会社の RWE と水素燃焼100%の発電実証運転開始に向けた協議を開始いたしましたこれは当社の水素ガスタービンさらには市街地における電気と 熱のの供給実績が高く評価されたことによるものですなお詳細はお手元のプレスリリースに記載しておりますので本説明会の後でお目通しいただければ幸いです続いて自社のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みに関してご説明をいたします現在当社グループは国内での事業活動において年間約 30万トンのを排出しております今後これらの CO2 排出を削減していきますがゼロエミッションに向けてその中でも水素利用が大きな役割を担うというふうに考えておりますまず2030年を目標に海外から輸送した22.5万トンの CO2 フリー水素のうち4.5万トンを 当社自身にに使わせてていいただこうというふうとふ考えております。100メガワットの水素発電所を建設し自,自社工場などに供給いたしますこの100メガワットの発電容量は2030年時点での政府が目標とされる水素発電量の10%に相当いたしますさらに省エネ再農導入などに合わせまして2030年の目標に 国内事業のカーーボンニュートラルを目指します水素のリーディングカンパニーとして排出権取引などによらないこの水素発電を軸とした自立的なカーボンニュートラルを目指しますもちろん海外拠点やグローバル調達におけるカーボンニュートラルも順次展開してまいりますなお仮に22.5万トン全ての水素を 発電用途に供給した場合でも同様のソリューションを提供できるのは当社規模と同じような会社レベルですと計算をしますとたった5社分しか供給できないという形になりますさらに2030年時点の国内の水素量は300万トンですが仮にそのうちの3分の1だけを水素発電に使用される場合もカーボンニュートラル達成は 先ほど同じような計算で例えば当社規模の会社を基準に考えた場合は当社規模と同じ会社はたった20社しかカーボンニュートラルが実現できないという形になりますお分かりのようにこれだけでは国内のカーボンニュートラル達成は不可能ですこのソリューションが提供に可能になったこういうことを皆さんが分かった暁にはですねこの多数の企業はこのようなソリューションを求め水素需要が大幅に拡大すると私どもは考えております もちろん輸送機などの利用も拡大すればさらなる拡大が必要になることは言うまでもありませんそこで我々は水素輸入を早期に拡大し国内のカーボンニュートラルの早期実現に実現貢献したいと考えております国内の発電コストに身を向けますとご覧のとおり現時点では水素フロンティアで輸入しようとしている水素の発電コストは先ほどご説明しましたが 円円以上、170円というお話をしましまたが非常に高いものでございますが2030年の時点におきましては輸入水素による発電コストが他のカーボンフリー電源と比べ決して高いわけではありませんさらに我々は水素輸入を早期に拡大することよに発電コストのさらに低減を図っていき2050年には安価な水素を大量に提供いたします 今回お示ししましたように、どのようなエネルギー源からも低コストで運ぶことができる、たった2.5円で運ぶことができる、こういうソリューションを提供することが可能になりましたことから、前回、こういった図は前回もお示ししておりますが、こういったことをベースに、実は世界から多くの引き合いをいただいており、それはまさしく、世界中の多くの団体が、早期にこのようなソリューションでカーボンニュートラルの選択肢を増やそうとしており、 このようなプロジェクトを通じて日本,水素の日本の水素導入の早期拡大に貢献してまいります世界のカーボンニュートラル達成に向けて当社は水素事業をスピーディーに推進いたしますまた政府や電力事業者様のご協力もいながらそのソリューションを皆様にもご提供してまいりますここからは 水素エンジンを中心としたモビリティ分野における取り組みを説明させていただきます。モビリティのゼロエミッション化のためには用途や航続距離に対応して EV、XCV、さらには内燃機関などの燃料転換などさまざまな選択肢がございます。航空機や 船舶といった大出力かつ航続距離が長距離となるモビリティにつきましては水素エンジンが内燃機関の主役となる可能性が極めて大というふうに考えておりますまた鉄道やバストラックといった大型車両並びに両車じゃバイクにおきましても水素エンジンの可能性を追求しております水素発電で使いました水素を安全にクリーンに燃やす川崎の燃焼技術 これをさらに追求し、モビリティの来年期間でも世界をリードしてまいります。まず、マリン機関におきまして、2026年度までには、さまざまな用途で対応可能なラインナップを完成させ、市場に提供していきます。次に、航空分野におきましては、2030年以降の水素航空機の本格導入を見据え、液体水素燃料タンク、 水素燃料供給システム水素エンジンといった中核技術を一気通貫に主導的に開発してまいりますこれらの分野について2050年までに当社が狙う市場規模は数兆円規模というふうに見ておりますさらに乗用車やリリンといったモビリティにおきましても水素エンジンに挑戦していきます トヨタ様の水素エンジン自動車への水素供給やあるいはヤマハ発動機様と二輪島への搭載を視野に入れた水素エンジンの共同研究を始めております水素エンジンの仕組みはガソリンエンジンとほぼ同じですまたトヨタ様もおっしゃってらっしゃいますように何人機関という水素の選択肢を残すということは官房ニュートラルという観点以外にも 何年期間のの製造に従事する人たちの雇用維持あるいはさらには日本の経済発展にもつながりますこうした観点からも我々は他社との仲間づくりに力を入れ日本さらに世界の水素社会をつくっていきますここからは水素事業の計画について説明をさせていただきます2050年の水素関連市場は 約288兆円と言われておりこのうち当面当社が狙う水素関連機器水素発電サプライチェーン関連の市場規模は約12兆円ありますこれは2050年に政府が目標とする水素供給量2000万トンのうち約半分が海外からのクリーン水素を導入とすることを目指して 複数の水素サプライチェーン確率を前提とした市場規模となります。先ほどお示ししました2050年に12兆円の市場規模に対して当社は2025年には水素管理機器の販売等で1000億兆の売り上げを想定しております。2030年には当社自身の製造販売だけでは供給が追いつかず 他社へのキーパーズ供給やライセンス供与も想定しております。その結果、当社の事業規模は3000億になると考えております。さらに、2040年には事業規模は5000億に達します。また、このようにビジネスモデルも製品販売からライセンス、すなわち物売りから小通りを大きく進めることによって、営業利用技術も大幅に高めます。水素社会は川崎重工だけでは成り立たず、 多くの同業企業もこの分野に参加されてマーケットが拡大し水素社会が実現していくものと考えておりますそういう意味では多くの企業に水素技術の門戸を開き他社と協業しながらまた他社の力もいただきながら事業拡大に進めてまいりたいと考えておりますさらに2050年には売上目標は2兆円と当社が狙う 市場での15%以上のシェアを獲得することを目標といたしておりますその際にはともに水素を扱う企業も成長し水素マーケットも拡大していくと考えております以上のように速やかに水素社会の実現するためにもパートナー企業とともに水素市場の開拓育成に心がけてまいります引き続き当社の水素事業についてご期待ください そのタイムラインはこちらのようです。この資料に関しましては、後でゆっくりご覧いただければ幸いです。最後に、CO2 分離開始によるカーボンニュートラルの貢献についてもご説明させていただきます。2050年において、カーボンニュートラルを達成するには、非電力、電力分野の脱炭素化だけではなく、CO2 回収などの 炭素除去も重要な役割を担います。これはボイラーとタービンを用いた発電所のイメージです。ボイラーに投入された燃料から発生した蒸気がタービンを回し、電気を生成します。また、ボイラーからは CO2、ノックスソックスなどの有害物質が待機中に放出されます。炭素除去によく使われる,のは使われるこの CCUS とは、 火力発電所などの排ガスの中に含まれるこの CO2 を分離回収し貯留や有効利用することを指しております。国際エネルギー機関 IEA による持続可能な開発シナリオにおきましては単に CO2 フリーエネルギーを使った発電だけではなくこの CCUS により2050年において CO2 排出量の 9の削減をすることが求められておりますこのように我々は CO2 を出さないことだけではなく CO2 の回収有効利用貯留の早期重要化についても同時に進めてまいります2030年時点での CO2 分離開始の市場規模は約6兆円と予想されておりますさらに 分離回収した CO2 を資源として捉え素材や合成燃料として活用することにも期待が高まっております。また分離回収した CO2 は再利用するほかに地中に貯留することもできます。海外ではすでに大規模に地盤が安定している場所がありいくつかの CO2 の貯留プロジェクトもすでに始まっております。我々は そのような場所の近くで水素製造などの CO2 分離開始を合わせて行うことが経済的に最も合理的な方法だと考えております。なお、当社の豪州ラトルフバレーで行う CO2 フリーの製造では CO2 排出源と貯留場所が近接していることから極めて理にかなったプロジェクトであることがお分かりいただけるというふうに考えております。ここでは CO2 分離回収貯蔵の模式図を示しております。豪州、ラトフルバレーのプロジェクトなどのように CO2 排出源と貯留サイトが近接するケースでは分離回収のコストの割合が全体のコストの7割から9割ということになります。分離回収のコストを低減するためには当社のソリューション分離回収するための コスト低減を当社のソリューションとしして、これからご説明いたします。次に CO2 の分離開始のステップをご説明いたします発生しました水素は CO2 はアミン溶液と呼ばれるアルカイ性の水溶液を投入し排ガス中の CO2 を吸収しますこのアミンは CO2 と結合する特性を持ち最も一般的な吸収方法ですそして その溶液から CO2 を分離して回収すす。るとともにアミンは再利用しますしまかしこの方法は CO2 を分離させるために溶媒を沸騰させ蒸発させる必要がありますこの溶媒の蒸発のために120度に加熱する必要がありそのための追加エネルギーが必要となりますそこで当社は CO2 吸収に最適な 多硬質材料とアミンカゴボス化合物化になる固体吸収剤を開発しこの課題を解決することに挑んでおります CO2 分離回収までのプロセスは同じですが固体式の吸収剤では液体を蒸発されるエネルギーがいらないため CO2 を分離するための加熱温度は60度となりますこれにより火力発電所では利用されずに捨てられている 排熱で60度は十分足りりていいくという形になりますこのように、工場排熱を利用できるため、ランニングコストが大幅に低減され、CO2 分離開始のトータルコストが大幅に低減できます。まずこの実証として、関西電力様の舞鶴発電所にて、2022年度よりパイロット試験を開始いたします。また海外では、米国ワイオミング州ドライフォーク発電所での 実証実験として2023年度中の設備稼働を予定しています。これらがうまくいきますと CO2 分離回収コストが大幅に低減でき、世界のさまざまな CO2 貯留に適した地域に安価なソリューションを提供することができます。それでは、関西電力様の火力発電所における実証に関する動画を準備しておりますのでご覧ください。 火力発電所における省エネルギー型二酸化炭素分離回収実用化試験国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO の先進的二酸化炭素固体吸収剤の石炭燃焼排ガス適応性研究の採択を受け川崎重工業株式会社と公益財団法人地球環境産業技術研究機構ライト 関西電力株式会社が共同で計画を進めている火力発電はオイラで燃料を燃やし発生した蒸気でタービンを回して発電するその際に発生する地球温暖化の原因の一つとされる CO2 はかねてから問題視されていたこの問題を解決するのが省エネルギー型二酸化炭素分離回収装置 KCC 川崎キャャプチャーシステムである排ガスから CO2 だけを分離回収する技術研究の結果を生み出されたこの設備は川崎重工明石工場に2012年に設置され日々さまざまな試験が行われているこれは固体吸収剤と呼ばれるごく小さな穴が多数開いた 新規開発の CO2 吸収多効質材この表面を CO2 を科学的に吸収する物質アミンでコーティングすることで排ガス中の CO2 だけを効率的に分離回収することが可能になった固体吸収剤が詰め込まれた容器に排ガスを通すことで CO2 を効率的に吸収し CO2 フリーのガスを排出する。 その後その容器に水蒸気を通して吸収材から CO2 を離脱させることで吸収材をリサイクルすることができるこの時に使用する水蒸気は工場の余剰排熱を利用した低温蒸気で賄うことができ非常に省エネルギーな運用が可能になったこの仕組みを活用したのが KCC 移動層システムである 3層で構成される容器の中を吸収材が循環移動することで CO2 の吸収回収再生のための乾燥の流れを無駄のない工程で実現吸収材の追加や交換も容易で処理する CO2 量の変動にも柔軟な対応が可能となっている吸収等・再生等・乾燥等の3層からなる高さ4 0メートルの KCC システム 舞鶴発電所北東の角煙突のそばにこのシステムは設置される計画であるシステムの処理ガス量は1時間あたりおよそ7000リューベイ CO2 回収量は1日あたり40トンこのシステムの実用化により温室効果ガス排出量削減による脱炭素社会の実現に貢献することが期待されている。 さらに将来的には低温のエネルギーで直接大気中の CO2 を分離回収できるダイレクトエアーキャプチャー我々 DAC というふうに呼んでおりますけれどもそれの開発も進めております現在ラボ試験を進め2025年頃には実証を計画しておりますこれまで説明しました水素プロジェクトは 多くの仲間と共に進めております当社は世界におきましてはハイドロジェンカウンシル日本におきましては水素バリューチェーン推進協議会水素サプライチェーンではハイストラの設立メンバーでありますこれからも水素のリーディングカンパニーとしてここに示すパートナーとともにさらに仲間を増やし水素でカーボンニュートラルの実現 に向けた取り組みを加速させてま,いりま,すまた本事業を通じ、当社の企業価値のさらなる向上を図ります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。本日はご清聴ありがとうございました。